浦神社に来ました、本当に人気があんまりないところですけど、うん、多分長浜神社ぐらいで多分人は辞めると思うんですけど、まあこの機会しか多分来れないと思うんで来ていましたけどね。ハイデンがあってここはなんかお祭りの時に使われたと思うんですけど、で神社があってで参拝していただければと思います。周りはね自然豊かな森とあと海が見えるので景色は本当にいいです。人気がいないんでもうゆっくり何をしても大丈夫みたいな感じのところですけども、杉の浦神社でした。